田中圭人の一級入魂始まるよ。はい、どうもこんにちは。今日はここ忍者パークやってきました。ここに来た理由はね、元プロ野球選手の、身体能力がどれほどあるかっていうものをちょっと皆さんに、見ていただきたいなと思います。僕もまだ未知数だ、やったことないので。でもね、サスケとか見てるとね、ちょっとこれできるんじゃないかっていう、無駄な、自信が湧いてきたんで、もう早速今日来てみたんで、これから皆さんにですね、僕プロ野球選手の能力っていうのを見せていこうかなと思ってます。じゃあ入ります。18はおそらくいけるかなと思ってます。ちょっとどんどん僕が成長していく姿を見ております。そうですね、12段で小学生でも今飛びますから。はい、次は14段に行きます。ちょっと思ったよりもクッとちょっと高くなりましたけど、まあ言って14段ですから、普通の人が飛べるぐらいの段差なのかなと思ってるんで、まあ緑で成長していきます。はい、で次17段挑戦します。これ朝倉未来選手、甲斐選手ね、格闘家の矢地選手、ここに並びたいなと思ってます。で若干の不安が出てまいりました。だけどね、結局自信なんですよ。できるできないじゃなくて自信、それだけチャレンジっていきますよ、見といてください。はい、ついに17段に来ました。朝倉未来選手、朝倉甲斐選手、同じ段数です。これを飛んでね、一流のスポーツ選手と肩を並べられたらなと思ってます。はいよ、今一瞬ね、若干のズレがあった。若干のズレ、半音ズレ。角度がついてる。なるほどね。分度器ある。やっぱ壁にぶつかるのを怖がってたら何事も成功しない。ぶつかってぶつかってその壁を壊す。だからこれも壊しちゃった。そのつもりでやってた。
ったやってよかった。やっぱり壁って壊せるもんだね。みんなもチャレンジしてみて。まだ行く。まあ、17乗せてもらいました。まあ、ちょっと失敗したんですけど、その失敗があっての成功なんだけど、何事もいいです。ここはね、僕はもう理想を持ってたんです。ここだけはね、曲げない。失敗があって成功があった。ちょっと失敗出しました。その思いで、この18年の成功どうですか。この見た目さっきと全然違うじゃないですか。まあ、一つね、自分のその成長過程っていうのを体験できる、それが忍者パーク。今この朝倉未来海選手に対して下18段飛びました。で上にねクーニンさんいるんですよ。もうクーニンさんね、あの僕もちょっとお知り合いなんですけど、クーニンさんは19段ちょっと違う場所で飛んだっていうことで、まあ、ここに今いるんでね、無理言ってもう僕の写真ここに載せてもらうんで、まあ、最悪載せれないって言ったら勝手に貼って帰ります。この18段入れときます。ここで武蔵浦和のニンジャパークですけど、ここにぜひ来た方はここに僕の写真が貼ってあるの楽しみにしてください。先ほどご紹介したモンスターボックスの、飛んだ旧来ヒカルさんが飛んでいて、私なんと今日18段に飛んで、いきなり写真をつけていただきました。あのここに光栄ですね。あとクーニンさんまであと1段なんですけど、ここはねちょっと天井の高さゆえに今日は19段はチャレンジできなかったということで、今度ここの19段はねちょっと屋外でチャレンジしていきたいなと思ってます。またここの武蔵浦和の忍者パーク遊びに来た時にはぜひここ注目してください。リクルさんのもうすぐ上にいますね。段は上にいます。ぜひお願いします。